政府が来年2月に中国で開かれる北京冬季五輪への閣僚の派遣を見送る方向で検討していることがなのか、分かりました。米国は政府代表を派遣しない外交的ボイコットを表明しており、日本としても新疆ウイグル自治区での人権弾圧などを踏まえた対応を取る、複数の政府関係者が明らかにした。 政府内では、閣僚ではないスポーツ庁の室伏工事長官や日本オリンピック委員会の山下康弘会長を派遣する案が浮上している。講師は閣僚級だが、中国オリンピック委員会のトップも兼ねる。政府関係者ではない山下氏を派遣することになれば、外交的ボイコットを打ち出した米国と一定程度足並みが揃うと見られる。 政府は中国側の対応や米国以外の G7 の動向なども見極めつつ最終判断する見通しだ。岸田文雄首相は7日官邸で記者団に対し米国が北京五輪の外交的ワイコットを発表したことを受けた日本の対応について五輪の意義、我が国の外交にとっての意義などを総合的に勘案し、 国益の観点から自ら判断していきたい。と述べた。林義政外相も記者会見で適切な時期に諸般の事情を総合的に勘案して判断するが、現時点では何ら決まっていない。と語った。中国の人権問題に関しては、自由、基本的人権、 法の支配が中国においても保障されることが重要だと思います。